メダ家族ドレス、いつもご視聴誠にありがとうございます。ここの奥にあるようなので行ってみます。標高2000メートルぐらいありそうな、ここに来るまでにメダカという看板文字を10回ぐらい見たかな。こっちだ、行きます。稚魚が増えない、でその原因は一体何かということでいろいろ追求していったらね、できたのを2年間実際に食べさせて成長、はい、色上げ。自分は食べたりはしません。はい、猫は食べますけどね。それで取りました猫が。デブになりました。なんでそうなるんですか。なるわけないですよ。いいな今。最初金がそこに。いやもうだからもう全部いきますよ。なんか嘘です。あいいね。嘘です。それは嘘ですけど、業者が買いに来ても、うん、うちは売りません。一人10個以上は売りませんから。どうなんだよというのをね、はい、皆さんにアピールしたいわけ。そのためにやるよ。十分アピールになってます今。はい。これな今何を？いやこれね今。神社ですか？違う。これがうちの餌の威力。すごいでかいな。太いし長いしでかいでしょ。幅がグッとありますよね、はい、英語でボリュームたっぷり負けませんよ。うちはそういう意味では全国日本中寒いところあれば、うん、暖かいところそこ怒らないか、うん、そこのところで生きて頑張ってくれんてかん、うん、そのためには甘やかしとったらダメなの。スパルタで、はい、だから戸塚ヨットスクール、そうそうじゃなくて一番ね、はい、健康かどうか弱いか強いかというのはもう、はい、簡単に見分けつくじゃない。それでね、はい、そういうことです。分かりやすいと、はい、これがブラックキング、はい、テストに出ます、はい、これを見たらね、これを見たら黒いメダカはねうちのブラックキング、短縮してブラキン、これが本物のブラキンですよ、はい、このメダカじゃないとダメですよ。これを見てみろと。そうです、ふざけんじゃないです。そうです。本当に。これを見たらもう。このヒレで顔を引っ叩いてやろうかと。そうです。そういうことですね。この豪華さ見てくださいと。確かにでかい。そして、メダカですよ、これ。ここら辺も全部そう。もう覚えたかみんな、本当に。はい。マリアージュ。マリアージュ。これがね、愛媛県の垂水さんが作ったメダカ。はい、有名なメダカ。どうよ、これ、はい。見てみろと。うちのマリアージュ。うちじゃなくて、これ、愛媛県の垂水さんが作ったメダカ。愛媛県の改良技術の素晴らしさ、見てみ。愛媛、日本一、愛媛は日本一の改良技術持ってますからね。岡山も広島も。いや、もうじゃもうそうです。問題はないです。本当に。これはすごいでしょう。この野郎ということですね。はい、そうです。し素晴らしい。垂水さん、素晴らしい。いけてます。はい。これがうちオリジナルのね、白雪ラーメン。ここでオリジナルだね。これがでかいね。本当はでかくなる。さっきの雷光よりもでかくなるんよ、これは。これ。とんでもないでかくなる。大きいやつはね、はい、五輪中。ああ。一瞬スモールライト当てたかと。いやいや、五輪中。はい。これは、3ヶ月で、これの3倍にはなる。はい、3ヶ月で？はい。これ成長が早いのと、とにかくでかくなって、はい、卵もとにかく産む。でこれ2000円ペアで、うん、バカみたいに安い。1週間もしたら元取る。バカじゃないかと。いやバカとは言えません。素晴らしい、素晴らしい、うん、でこれは女性しか買いません。ああそうなんだ。白雪ラメですから。あ男子は白雪ダメって買わんですよ。あそうなんだ。名前で、はい、ネーミングで買ってるから、はい、ブラキン、はい、いやブラキンを。そうかもしれん。そうかもしれん、はい、いいですね。これ、カズキ。これが見てほしいのは、はい、もちろん見ます。カズキは、いいですね、これ。3色だけど、はい、よそにない素晴らしさがある。はい、なぜかというと、喋る。違う。ごめんなさいね。ちょっとよく見てほしい。これは赤じゃないのね。はい、シルバーと赤と黒の3色なんですよ。普通3色といえば赤白黒の3色なんだけど、うんはい、これはシルバーなんですよ、うん、だから黒がねすごく綺麗に見える、うん、際立って見えるというかな。これが見えなかったらお前眼科行けと。いやそこまでは言いませんよ。そこまでは言わない、はい、でも綺麗でしょ。綺麗です。ありがとうございます、はい
これオーロラキラメね。これはもう分かってますよね。はいはい、オーロラキラメちゃんね。うん、あの3色 いくらなんですか、さっきの。あれ8000円だったって。あれもうあっちにいるんですか。何？子供が。おるよ。下に。うん、あ、8000円。もう同じ、うん。これは種親じゃ売れんけどね。うん、じゃあもう、みんな買いに来ますよ、もう。いや、買いに来てほしいよね。言っとくけど、うちは早いもん勝ちです。言っといてくださいも。早いもん勝ちです。どういうことかというと、はい、例えば、この五時三食がいるって言われて、はい、ここへ来て言われたとしますね、はい。で、早く来た人からいいのを渡していく。はい、うん、うちはペア売りですから、いいのを渡していく。はい、だから、残ったもんしかなかっても値段は一緒。はい、だから、いいもんが欲しかったら早く買いに来いと。こういうことです。わかりました。今日の連絡事項。はい。遠くは滋賀県から買いに来たんで。終わりの回です。はい。はい。終わりましたか。滋賀県。うん。あの、赤たついに持ったでしょ、そこ。はいはいはい。あれなんか下におるけど、うん、あれ一番最初に去年の6月30日に発売開始したんやけど、遠くの一番先に来とって、朝9時に。ネットでうちはね、9時発売ってしとるわけよ。うん、何月何日の9時発売、うん。もう来ちゃうんだ。来るんです。だって時間指定してなかったらお客さんとして喧嘩になる、うん、私が早かった俺が早かったってね、うん、だからもう指定しとって、うん、ね、早く来た人からもう渡していく、うんうん、なるほど、うん、そうしないとね、トラブルの元やから、ね、うん、それは良くないので、なんか今餌の話聞いたんですけど、はい、他に何か極意があれば。極意っていうの？なんかメダカを育てる極意、ね、メダカを育てる極意は簡単に言うと、はい、あ、3つある。3つも、はい、極意で3つある。なんてことでしょう。一つは水替えをしない。お、はい、ちょっと行きましょう。はい、どういうことかというと、連れて行かれます勉強して帰るんで、はい、ここに水槽が2つあります、はい、ここの水槽とここの水槽を移してください。移しました。はい、ここに水槽の中にメダカがおると思いますか、おらんと思いますか。もうそう言われたらいますちょっと移してくださいだいたいもいます。いました。はい、いましたね。はい、いました。はい、普通メダカの水槽の水替えは、はい、どういう時にしますか。水槽の水替えというのは何のためにするかというと、はい、水槽の汚れを取るために水替えをするんではない、はい、この中にある水の水質をコントロールするために水替えはするの、はい、それが一般的にね、沼エビとか貝殻とかそういうものを入れて、はい、そして苔を食べてくれるので水槽はきれいになるのでメダカにはいいんですよってホームページにいっぱい書いてあるけど、うん、私に言わせたらちゃんちゃらおかしい、うん、なぜか、はい、この中の水質を、はい、彼らはきれいにしてくれるんですか。うんこやおしっこをして、はい、水質を悪くしてくれるんですよ。ごめんなさいメダカにとって、はい、苔とかなんかは全く関係ないの、はい、だから水槽が汚れても神経質になる必要はない、はい、水質を良くするためにはどうするか、はい、一つはこの中にある水質とはどういうことかということをまず知らなきゃ、はい、メダカは生き物だからうんこもおしっこもするの、はい、餌も食べたら食べ残しができるの、はい、そしたらそれが下に沈んで腐るの、はい、そういうことです。アンモニアが発生するの。そういうことなんです。透過したらアショウ酸に変わるの。はい。さらに透過したら塩基に変わるの。はい。これが毒なのよ。はい。これが水の中に増えていくわけ。それを解消する薬があるんですね。いや、違います。あ、なかった。これは、はい。3分の1水をしてて、新しいのを水を入れるというのは、はい。メダカのね、水温調節を、こう、安定化させたようにするんだけども、すり切りじゃなくって、塩基濃度をね、はい、上げないという意味でやってるわけ。はい、だから、水槽の汚れで水替えするわけではないの。はい、塩基濃度をコントロールしてるの、はい。そのために水替えをするの、はい。そこのところの理解ができない人は、はい、メダカ買うのはちょっとしんどいな。うん、それが一つの極意。けしからんと。そう。はい、二つ目は、メダカの愛情を持つこと。はい、よく観察すること、はい、
例えば縦になってみたり、はい、メダカが水槽の横に張り付いてみたり、はい、そうした時に水槽のメダカはどうするか、はい、そのままにしとったら絶対死ぬの、はい、だから別の小さな水槽に分けて入れてやって中に病気が広がらないようにするとか、はい、そういう観察をすることが2つ目、はい、で3つ目甘やかさないスパルタで行こう、はい、今日からみんなスパルタで行こう、そうです、はい、それだけです、決まりました、はい、お茶飲んでください、3つ終わりましたよね、はい、終わりました、メダカとはメダカとはまあ癒しですな、みんなが大体癒し、癒しじゃない、そしたら何をか、待ってください、メダカとは、うん、でも急に言われても困るんだけど、癒しですよね、癒しかなかの、みんな大体癒し、うちは癒しの気持ちでやってるわけじゃないんだけどな、 うちは結局研究、いや違う違う、もううちはね、もう本当あの悪いけどね、あのメダカのこの経営を安定化させるために、うん、だってうちが失敗したら、うん、他に影響大きいから、うーん、例えばうちからメダカ飼ってるお客さんたちはどうするの、うん、悩み事聞くこともできなくなるじゃない、はい、だからうちが潰れないようにするため、あ、それはもう影響努力よね、うん、だからもう一人でこれ管理してるから、うん、そんなあの何言うかな、癒しなんかいう気持ち取り越して、うん、もうしんどさの方が先立ってる今もう忙しくて、でも始めたきっかけっていうのはやっぱ癒しでした、いや、あ、違うんだ、違う私は全然メダカ興味なかったから、あ、そうなんだ、私サッカーやってたからね、へ、うん、サッカーの監督やってた、へ、全然もう別世界の人です、うん、なるほどね、はい、分かりました、ある日突然メダカに目覚めたんです、なるほど、そんなところでよろしいでしょうか、はい、今日はありがとうございました、何が出てくるんですか、たくましいメダカを育て上げる、なんか簡単なようで難しい、うん、メダカ飼育歴17年のやっぱね、歴史が熱いっすよね、うん、個性的な店主でした、では帰りましょう。